が管理人と見て身元の確認を急いでいます。2015年度予算の編成作業が大詰めを迎え、麻生財務大臣と関係閣僚ら13人との最終交渉が間もなくスタートします。この中で最も予算額が大きいのは介護保険サービスの価格を決める介護報酬です。今期の国債発行額は2014年度のおよそ41億円から圧縮して36兆円台後半にしたい考えです。政府は14日の閣議で正式決定します。この天然氷の引き出しが始まりました。明治27年創業の日光市の松月氷室では、先月から敷地内の人工池に地元の天然水を張って氷作りを始めました。今日固く仕上がっていますが、削ると口当たりが柔らかく溶けにくいことからかき氷に適しています。最近では冬でもかき氷を提供する飲食店が増えていて、首都圏を中心に出荷されるということです。ニュースでした。